第2試合は C シード聖徳大深谷対大宮南の3回戦です。 C シード聖徳大深谷は大宮南のピッチャー木村の立ち上がりを攻めます。1回裏ワンアウト満塁のチャンスを作ります。このチャンスに2つの相手のエラーで3点。内野ゴロの間に1点を加え4対0。さらに聖徳大深谷は2回裏にも2本の長打で1点を加え5対0とし、序盤で試合の主導権を握ります。これに対し大宮南は4回表、ワンアウト三塁一塁のチャンスを作り4番上野。上野はセンターへのタイムリーヒット。さらに牽制球の連携ミスで2点目を挙げ5対2とします。3点差とされた聖徳大深谷は7回裏ランナーを2人置いて4番工藤。工藤の打球はセンターへのランニングホームラン。聖徳大深谷8対2とリードを広げます。5番キャッチャー。聖徳大深谷は8回裏にも1点を加えホールドゲームが成立。 C シード聖徳大深谷が4回戦へ進みました。